本日は守備企画、守備職人走れ大井チャンネルの守備を見ながら学びたいと思います。翔平 TV と比較をします。はい、どうも翔平 TV です。本日は群馬帝国にある室内練習場で大井チャンネルと守備練習を行いました。守備で飯を食う男をご覧ください。はい、大井くんのゴロの入り方、まずは姿勢が低いですね。そしてもう送球のことも考えた入りをしております。これをワンステップしてましたね。姿勢がいいですね。最後までしっかりボールを見るといい姿勢を見てます。いいですね。次のプレーに注目。少し打球早かったんですけど、最後までしっかり打球を見て捕球しております。素晴らしい。はい、こちら高いバウンドも上がり際に捕球する大井くん、うまく合わせてますね。こういういいプレーをですね、近くで見れるということはすごい貴重なことだと思います。はい、こちらショートバウンドを捕球する大井くんです。左足の外側で捕球をしておりました。はい、ラスト同じ、しっかり最後まで見ると。そして翔平 TV の番でございます。もうね、あまり公開したくないんですけども、大井くんと比較してみましょう。まあ姿勢が高いですね。そして右手をですね、右足に置いております。とてもダメですね、これは。はい、大井チャンネルと比較をしてみます。もう見てわかると思うんですけど、もう構えてると構えてないがすごい、はい、まず最初の違いですね。で、目線が高いですね。で、俺は足をずーっと地べたに、はい、ついております。大井くんは足を動かしております。はい、送球も遅れるため、守備をするときは足を使って捕球しに行くことがいいと思いました。これね、はい、見てません。顔はどこ見てんでしょうか。はいはい、これよく見てるようで腰が高いですね。はい、これも目を離すのが早いですね。はい、大井チャンネル君の場合は素晴らしい。俺は、はい、顔を見てませんね、これ。来ました。これはよく見たけど、足が動いてません。足が動いてません。なんだこれ。お、今のは、そう、膝に手をつく癖抜けません。ちょっと片痛です。お、来た。すごいグローブの出し方です。はい、そして大井チャンネルくんの番です。もう安定ですね。高い勝負、うまい。翔平 TV の場合は比較です。来た。どうでしょうか、今の見ました。今バウンド来ました。やっと構え出した俺。ほら、顔が打球見てませんね。俺はなんだこの投げ方は。はい、よく見てます。素晴らしい、安定っすね。
ここから速い打球になります。このダッシュが素晴らしい、ダッシュが素晴らしい。最後まで見て送球と。はい、大井くん避けてますけどしっかり取ってます。お、落ちた。避けて取れなくてもその後はしっかりと素手で取って落ち着いて送球をします。これ素晴らしいですね。あのグローブで取りに行っちゃう人もいるんですけど、素晴らしい、いい反応。そして翔平 TV の番です。見ましたか、今グローブで取りに来ましたよ。はい、これなんだこれ、左足すごいね。はい、もうボールに怖がってもダメっすよこれ。ダメダメ。はい、足が動いてませんしね、姿勢も高いし、自分であのこんなに姿勢が低いとは思ってなくて、じゃあ話して余裕っすね、痩せ我慢の余裕っすねコールが。これは超ビビってます、恐怖です。余裕っすね、はい来ました、余裕っすね来ました。2回、これは無理ですね。こっち側苦手ですね。もうそろそろ終わっていいんじゃねえかと思うんですけど、あの大井さんはね、なかなか終わりにしてくれません。はい、最後ね、素早く素手で取りました。俺を走らせる大井くん。はい、これこれこれね、顔はどこ行ってんすかね。さあ、もうすぐ終わりますでしょうか。ぜひともね、チャンネル登録していただきたいと思います。そろそろ終わりますんで。はい、こちらなぜかですね、普通の速さを見せずに先にスローモーションを見てしまいました、すいません。はい、ではチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。さあ、今回は大井チャンネルと守備をしました。また見てねー。エウリアショプリントするグローブはこれプラスこちら、見ました。これはい、イゼットプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタ貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアツオ、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。切るのさ、磨き抜いた切れた